12月26日、火曜日有明アリーナにて行われる井上直也サスマーロンタパレス戦の4団体統一戦のアンダーカードに、東洋太平洋スーパーバンタム級王者の竹井吉木、27イコール大橋の参戦が発表された。元 WBC 米大陸バンタム級王者マリオディアスマルドなど、28イコールメキシコとの54.5キロ契約ワンマッチに挑む。フォト動画。 井上バーサスタパレス戦前7カード一覧、ディアスの KO 動画も。武井は元 K1 王者で KO を量産、ボクシングに転向後も KO 率100%を誇る。25日、自身のインスタに、2012月26日、火曜日有明アリーナ武井吉木らしくバチッと倒して勝つ。残り2ヶ月最高に仕上げます。応援よろしくお願いします。と KO 宣言した。 ケ井は21年3月のデビューから 7007KO の回進撃。昨年12月のタリモ戦では苦戦も 11R で TKO 勝利し東洋太平洋王座を初防衛。それ以外はすべて 5R 以内で KO 勝利している。今年7月の前イクサロニーバルドなど戦では 3R ボディブローで KO 勝利。そして今回も KO、予告だ。対するディアスは、 ルイス・ネリが手放した元 WBC 米大陸バンタム級王座戦。17年、ニ挑ドムと、世界戦の経験を持つレイオン・タウィット・フィールド。米、27R で TKO 勝利し王座獲得。15連勝を記録した。19年に同王座の2階級制覇を目指しスーパーバンタム級王者カルロス・カストロ。米、ニ挑ドンだが判定負けし、2階級王座は獲得できなかった。 固く固めたガードにチャンスと見るやアグレッシブに攻め続けるタイプ。この連打で攻め続けたあまり、被弾を重ね系を大負けしたこともある。戦績は21勝、9KO、6敗で KO 率は42.86%。身長は 165cm で竹井の方が 5cm 高い。果たして竹井は連続 KO となるか。